み通りに来てやったぜ小林。3分ほどの遅刻ですけどね。まああなたにしては上出来でしょう。未来からやってきたのです。いや、はじめまして国尾くん。君の活躍はよく知っているよ。これから君には悪の未来人と戦ってもらうことになる。思い切り暴れてもらって構わないからね。期待しているよ。何言ってやがる。おちょくってんの。気に入らねえ動きをしたら、飛ばしてやるわけだ。奴らの動きはどうですか、水口君。やはり、このエリアに集まっているようで、まとめて倒すチャンスかもしれない。愚かな連中ですね。まとめて地獄へ導いてやりましょう。切り抜けてくれるかもしれませんし。あの冷静な小林さんが動揺した。あなたと小林さんの関係って。陽介、何をブツブツ言っているのです。バックアップ頼みます。はい、任せてください。丸神小夜さんと協力し、小林さんたちをお助けします。行きましょうか、水口君。やつらの未来へと送り返してみましょう。小林さん、さよさんたちによってこの辺りにも多くの戦闘員が確認されています。戦闘員は各エリアを担当している幹部たちの配下なので、同じ戦闘員をたくさん倒せばそのエリアの幹部たちが異変に気づいて姿を現すだろうとのことです。その幹部たちを倒すことが重要だとさよさんは言ってました。戦闘員を何体倒したのかはポーズメニューから確認できます。それと溝口さんの指示通り、猫型ロボットを各エリアに放っておきました。彼らにゃんこたちに話しかければ進行状態をセーブできます。ただし彼らは気まぐれなので、いつ姿を現すかは彼ら次第のようです。そこまで猫らしくしなくてもよかったのではないかと思うんですが、また何かあったら報告に行きます。頑張ってくださいね。そうだ小林くん、ついでに僕からも装備アイテムの説明を。僕は3つのアイテムを常に持っていて、これを装備アイテムと呼んでいるんだ。まず画面中央にあるゲージを見てほしい。左からリカバリー、ヘルパー、そしてパワーアップを表している。リカバリーは回復弾を発射して全員の回復をする。ヘルパーは一定時間だけ特別な仲間を呼び出せるんだ。そしてパワーアップは小林くんの力を全体的に底上げしてくれるよ。時間制限があるから画面内のリングゲージで確認してほしい。また装備アイテムを使用するにはメーターを貯めないとならないんだ。メーターを貯めるには敵を倒して奴らの負の力を浄化しなくちゃならない。そしてメーターは左から溜まっていき、明るくなったものから使用できるようになる。でここが一番肝心なことなんだけど、装備アイテムは僕が画面に出ていないと全く使えなくなるってことさ。ここは忘れずに覚えておいてほしい。僕からの説明は以上だよ。長々とごめんね。
までにいた。久しぶりだね、溝口くん。俺を覚えているかい？君は、ユーゴ？山田ユーゴくん、一体なぜ君がこの時代に？探し回っても見つからなかったはずだ。いろいろと心配かけたみたいだな。誰にも話せない事情があったんでね。特殊任務だったとでも言うのか？聞いてなかったな。何でもかんでも君の耳に入ると思ってもらっては困るな。あの組織は隠し事が多い、そういうところだった。まあそれはそうだけど、とにかく今の俺は君たちをサポートするように動いている。安心して俺に従ってくれ。ではまた後で。林くんじゃないか。こんな時間にうろつくのはよくないね。我が学園の評判を落とすような行為は慎んでほしいんだけどね。あなたは霊峰学園生徒会長東堂守。これが君の裏の顔ということか。裏ではなく、これが表ですよ。私の敵は不良などではありませんからね。ま、あれこれ言うつもりはないよ。私も実際のところ同類ではあるからね。だがもう少し君たちの様子を見てから協力するかどうかは考えるよ。ま、その時までは倒れないでいてくれたまえ。ではまた会おう。Wait!